2021年12月7日の情報新聞に、前橋イケアが2024年中に開業する方向との情報が出ました。この動画はその情報前に制作したものです。ねえ、前橋のイケアはいつできるの？私に聞くなよ。こっちだって知りたいよ。情報とか出てないの？おさらいすると、2013年に敷地をゲットして、2015年にはオープン予定だったわけ。もう6年前か。地元の人は、コストコだけじゃなくイケアもできるの？前橋最強じゃん、なんて言ってた時もありました。悲しいな。あれから数年、できたのは餃子の満州でした。それは別にいいだろ。2021年現在、新聞の取材によると、広報からは具体的に答えられるほど進んでませんとのこと。静岡市も進んでないって話じゃん。広島と札幌の進出は撤回になったし。理由は何なん？これも新聞によると、郊外の大型店舗じゃなく都市型店舗に戦略を変えたとか。前橋絶望的じゃん。その証拠に、原宿、渋谷、新宿などが続々オープンしている。大型店舗は2017年が最後なのか。実際に広島は出店戦略を見直したからって理由で廃止になったしね。最初の犠牲的な。前橋は現状白紙ではなく凍結だから、望みはまだあるよね。早くできてほしいね。そうだよ。じゃないと建設予定地にあるこの看板朽ち果てるよ。なんか寂しい。